皆さんこんにちは、ママジョイちえこです。皆さんはつわりの症状はひどいですか？私は2回妊娠しているのですが、2回ともつわりの症状がかなりひどかったです。外来診察中でも手術中でも気持ち悪くなってしまって離脱してしまったりして、患者さんや周りのスタッフにはだいぶご迷惑をおかけしました。つわりの中でも特に重症化するものを妊娠オソというのですが、妊娠オソになりやすい人には特徴とされているものがあります。報告によって様々だったりするのですが、いくつかの報告の中からピックアップして今日は9つ紹介したいと思います。正確には妊娠オソというのですが、オソって聞き慣れないと思いますので、この動画ではつわりがひどい人っていう風に表現していきますね。まずつわり、オソになりやすいのはどんな人かっていうことについてお話ししていきます。1つ目、双子ちゃんもしくは三つ子ちゃんの妊娠の方ですね。双子、三つ子、四つ子と赤ちゃんが1人の場合に比べるとつわりの症状が強くなりやすいという風にされています。続いて2つ目、以前の妊娠でつわりの症状がひどかった人です。もちろん個人差があるところなので、1人目はつわりがしんどかったけど2人目はつわりがなかったっていう方、1人目は全くなかったけれども2人目はしんどかったなど様々ではあります。しかしながら統計的には前の妊娠でつわりがひどかった方は以降の妊娠でもつわりが症状出やすいっていう風に言われています。3つ目、車酔いなどなりやすい人ですね。車酔いや船酔い、電車酔いなど酔いやすい人はつわりの症状が出やすいというふうにされています。4つ目、偏頭痛持ちの人です。5つ目、遺伝的な要素ですね。お母さんやお姉さん、妹さんなど血のつながりのある方がつわりの症状が強かった場合にはつわりになりやすいというふうにされています。あとは白人さんより有色人種の方がつわりがひどくなりやすいとも言われています。続いて6つ目ですね、ホルマン剤を内服した時に気持ち悪くなった経験がある方っていうことです。例えば避妊や月経困難症、月経異動、不妊治療などで中用量ピルを内服した時に気持ち悪くなっちゃったことがある人はつわりで気持ち悪くなりやすいというふうにされています。7つ目、初めての妊娠の場合ですね。8つ目、 BMI30 以上の肥満がある場合です。女性ホルモンが関連しているのではないかというふうに言われていますので、 BMI30 以上だと女性ホルモンがたくさん出ていてつわりになりやすいとされています。9つ目、強いストレスを感じる状況にいる場合です。うつ病と診断されている人は重症化しやすいという報告もあったりします。いかがだったでしょうか。この9つの項目が当てはまる人はつわりがひどくなるリスクが高いというふうにされています。皆さんは当てはまるものありましたか？もちろん当てはまったからといって全ての人がつわりがひどくなるというわけではないですので、自分がそうなるかもしれませんねっていうような参考にはなるかもしれませんね。はい、ママジョイちえこチャンネルでは全ての女性に美と健康をということをテーマに様々な情報を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。